皆さん、こんにちは。理科の桑子健です。前回のホイヘンスの原理に続いて、今回は光ですね。光の屈折について見ていきたいと思います。光は倍質が変わると、その速さが変化します。光は波の性質を持っているので、その際に屈折、曲がる現象を起きるんですね。ちょっとこちらの動画をご覧ください。下に水、こっち空気です。それで光を入射しました。 えー、こんな感じで角度を変えていくと、ほら、光が水に入ると曲がりますね。これが光の屈折現象です。こちら側でもそうですね。光が回ります。こんな感じです。なぜ曲がるかっていうのは、その速さが変化するからですよね。えー、こちら復習です。方位変数の原理がとても大事ですよ。えー、波の速さが境界面に変わると光が曲がります。えー さっきの実験がこのパターンに近いんですけども上が空気で下が水で足が遅くなるんですね水に入るとそれに対してこっちが水でこっちは空気まあガラスとかいいかなガラスで空気でもいいですよこっちが遅くてこっちが速くなる速くなる場合ですねどんな曲がり方をするのか前回の復習なんですけどもちょっとこちらの動画をご覧ください同時にスタートしますここの辺見ていてくださいね境界面でこっちが足が遅くなりますこっちが速くなります 速くなる場合はこうきてこんな感じで曲がってきて遅くなる場合はこういうふうに曲がりますねえこんな感じで波の速さが変わるとえ境界面で曲がる現象が起こるんですねでここで屈折率というものについて紹介します、えー、曲がり方の強さみたいな感じですかね屈折割合ですもんね海などの水の波の伝わる速さは水深によって変化します、えー、深いと速くて浅いと遅いです 光の波の進む速さはその倍質で変化して真空中ほとんど何もない空間では 3.0×10 の8乗30万 k m 秒ですねこちち側をよく物理で使いますからメートル毎秒の方で覚えておくといいと思いますでこれはですね光の真空中の速さは常に行って止まることはありませんこれは0とかならないんですね不思議ですよね コンスタント。なので、文字の C を当てて使うことが多いです。え、真空中の光の速さは C メートル毎秒みたいな感じですね。え、光の速さを覚えておきましょう。え、空気中ではほとんど真空と同じで、3.0×10 の8乗。30万 km 毎秒ですね。っていうのはそんなスピードです。え、水に入るとですね、光の足の速さが遅くなって、2.25×10 の8乗。ダイヤモンドだと 1.24×10 の8乗。っていうふうに、何か入ると基本的にはこれよりも遅くなります。 え、で、後半の速さは真空よりも、えー、こういうふうに遅くなるんですね。何かに入るとですね、遅くなります。えー、速さの変化のあれを示すのが N。えー、これを屈折率と言って N で表します。えー、今はちょっと説明するのは絶対屈折率なんですけども、後で絶対と相対について説明しますね。例えば、えー、真空に対する水の屈折率は、えー、こういう計算をします。えー、真空の速度はある水の速度。 という計算なんですね。だから 3.0×10 の8乗割る、これが水の速ですね。2.25×10 の8乗となります。ですので1.33っていうふうに計算されます。えー、ですので必ず真、えー、空に対する、えー、屈折率は1よりも大きくなります。大丈夫ですか ?1 よりも絶対大きいですよ。で、屈折率は大きいイコール波の速さが遅いということを示します。足が遅くなったということですね。 えーですので、ホイヘスの原理からよく曲がる。遅い方がよくこういう風に曲がっていくわけですね。よく曲がる。よく屈折をするということを示します。えー、では問題です。えー、真空に対する空気とダイヤモンドの屈折率を求めます。えー、空気、ダイヤモンド、計、え、算、ー、してみてくださいね。空気は真空と同じです。ダイヤモンドは1.2億10の8乗です。電卓持ってきてくださいね。では、計算してみてください。いいですか、えー、それでは、ちょっと見ていきましょう。 まず空気です。えこれが真屈折率の計算ですので、え V 分の C。C は3.0から10の8乗。えそして空気は真空とほとんど同じですから、3.0から10の8乗となります。つまり、1となりますね。ですから空気の屈折率はほとんど同じで、まあ、真空と同じで1っていうふうに計算をしていきます。えダイヤモンド、どうでしょうか。3.0から10の8乗を 1.24×10 の8乗を割りますので、 2.42となります、えー、結構遅くなるというあの足が遅くなるということを示しますね、えー、これよく曲がるんですねで波はこのように速さの、えー、遅い方に曲がっていきます、えー、速,速さが遅くくらい遅いほど曲がって遅い方に曲がっていくんですね例えば、えー、空気とガラスに光を入れた時に、えー、これは曲がっていくんですまっすぐ行けませんよね曲がってきますけれども、えー、遅い方つまりガラスの方に曲がるので こうなるんで、すねでちょっと、えー、ペンとかのキャップを使ってイメージしながら練習をしてみましょう。こんな感じです。キャップを持っていって、これが波面です。で、こちら側が先に水の中に入ります。こっちはまだ空気中の足が速いです。遅くなるので、こうくるっと曲がっちゃいますね。で、こういきます。大丈夫ですかもう一回やります。こうきて、こっちが遅くなって、こっちが速いままです。ですから、こう曲がりますと。 いう形ですね、はいえー、こんな感じで曲がってていいいいくわけででですすよねねいいしょうかか、えー、キャップとか使っっこち側からもやってみてくださいこっち逆順たどっても同じところにたどり着くはずなんですね逆進性といいますかねこっちからも今度こっち側のキャップが速く出るのでこう曲がりますねこうなりますそれでは問題を一つ解いてみましょう、えー、次の図の光の進む方向の大まかな軌跡を、えー、まあ書,き書いてみましょうと そんな問題です。空気があって、こんな感じで光が入射しました。どういう風にガラスを通って出てくるんでしょうかということですね。ペンのキャップを使ってちょっとやってみてください。では、いいですかね。動画止めてやってみましたかじゃあ答えです。キャップをこう持って、破面に見立てて動かしていきます。こちら側が先に遅くなりますから、こんな感じに曲がりますよね。さっきやった通りですね。はい。ですから、 まっすぐ進むことはできずに、こんな感じで曲がるわけですよね、はい。次っこです。今度はこっちが遅くて、ここで速くなりますね。遅くなって、こっち速くなります。ここが先に速くなりますよ。ですから、キャップは、こう曲がります。こんな感じですね。はい。で、こう行きます。つまり、えー、こうにまっすぐ行けないんですね。 でこちらに曲がってしまうとはいそんなわけですできましたかで実際にちょっと実験をしてみたいと思いますえー、電気を消しましてこちらが台形のプリズムですガラスじゃなくてプリズムなんですけども置いてみて光を同じように入射してみますですねレーザー LED の光で光源を使いました こんな感じで入手させます。すると、どうでしょう、はい、どうですかさっき作図したように、こうに曲がってますよね。ということで、綺、え、麗、ー、に外形、まあ、大まかな軌跡を、えー、作図できたということになります。よいでしょうかそれでは続いていきますね。では問題です。 光の空気中の速度は3.0910の8乗メートル毎秒で、ガラスの屈折率は1.46です。ガラスの中の光の速さを求めてみましょう。どうでしょうかちょっと計算してみてくださいね。それでは解説いいですかね動画止めてみましたかぜひ自分でやってみてください。例えばですけども、ガラスの中での光の速さを V' とします。すると、 え、屈折の定義式から、え、V' 分の C が N なので、え、V' 分、え、V' は N 分の C。これを展開するとこうなりますよね。ですから、屈折率が1.6、C が3.6、10の8乗。ということで、2.0×10 の8乗。え、足が遅くなりましたよね。屈折率によって、あ、屈折率の足が遅くなる割合みたいなものですかね。え、ある屈折率 N の中での光の速さは、 えー n、分の C で表せます、えー、つまり屈折率は足の遅くなる割合を表していると言えますよね、えー、こんな感じで屈折率を抑えておくといいのかなと思いますではですねえっとまあこれが真空、まあ、ある、えーまあ、真空中ですね空気中そしてこれガラスの中、えー、屈折率 n とします、えー、その入った時に真空中での波長ラムダ振動数 f 速さを v とした時の、えー、この中の 波長とか、速さとか、振動差はどうなのか、というものを見ていきましょう。光 VF ラムダが空気中 N イコール1から屈折率 N の倍率に入ったときに、その時の、その中での V'、F'、ラムダダッシュを考えてみましょう。まず F' です。倍率が変わっても振動差変化しない性質があります。これはですね、エネルギーの保存と関係あるんですけども、振動差変化しないんですね。これはちょっと押さえておくい,いと思います。 え、光の持つエネルギーと関係があります。つまり、F' は F なんですね。V'、え、全問でやったように、V' は N 分の V になりますね。え、屈折分の1になります。こうなります。次、ラムダダッシュ。え、波の式は V' イコール F' ラムダダッシュより、えー、この中でも波の式使えますよ。ここでも V イコール F ラムダ。この中は V ダッシュイコール F ダッシュラムダダダッシュですね。え、ですから、 ラムダラッシュは F' 分の V' イコールこうなります F' は F ですねそして V' は N 分の V ですから NF 分の V になりますここにこの外の式 V=F ラムダを代入してみますするとラムダラッシュは N 分のラムダという形になって波長も N 分の1倍されますからこう短くなるんですねつまりイメージとしてはこう大きたが足が薄くなって 振動数同じですからこうなって波長も短くなる当たり前な感じですよねこんな感じにイメージできますねそれでは最後に問題やってみましょう問題です空気から屈折率1.5の物質の中へ波長が 6.0×10 のマイナス何十メートルオレンジ色の光になりますえっとこれちょっと一応参考マに出してきましたけど600ナノメートルっていうのはこの辺なんですかねオレンジ色の光です の光に入射しました。ガースの中での光の速さとか波長、振動数を求めましょう。えー、真空中の速さは3.0910の8乗メートル毎秒とします。それでは、えー、先ほどのことを考えながら計算してみてください。動画を止めてみてくださいね。大丈夫ですかえー、それでは回答を解説していきたいと思います。まず物質の中での波長ですね。波長は、うん、1.5分の1されますから、 6.0×10 のマイナス7乗を1.5で割ればいいということですよね。そうすると波長は短くなります。真空中よりも屈折率が大きい場合にして必ずこう短くなりますね。大丈夫ですか続いて速さですね。速さ V' をいきます。速さ V' これもさっきと同じですね。n 分の1倍されますから1 5一点五分の 3.0×10 の8乗つまり足が遅くなりましたということになります。 最後、振動数ですけども、振動数は確か、外でも中でも、真空中でも、物質の中でも変わりません。ですので、えー、まあ真空の中で求めてみましょう。もし気になり人た物質の中、これとこれを使っても大丈夫です。結局、どっちも1.5で割られているから同じ答えになりますね。求めてみると、F イコールラムダ分の V。ですから、4.09、10のマイナス7乗分の2.09、10の8乗。つまり、5.09、10の14乗ヘルツとなります。 次回はですねこれらの基礎知識を使いながら屈折の法則、えー、前まではあのどっちに曲がるかだけしかやってきませんでしたけども、えーまあ、実際に、えー、量を与えた時にどんな角度で曲がるのかっていうのを計算できるようなそんな法則を導い,て導いていきたいと思います。えー、ではままた次回、えー、皆さん会いましょうババイバイ